応援していただいて、こうしていただいてすごい嬉しいけど、おばちゃんもちょっとおばちゃんなんです、本当はすごくあんまり調子に乗ると最後までいかないかもしれないので、調子にビールあんま飲んでないしでもね、あとここ元八幡は、八幡って言うんですよね、元八幡は2回目3回目2回目来たんですけど、お客様が温かくていいところですね。ありがとうございます。決していつもやっているライブハウスが冷たいわけではありません。冷たいライブハウスはありません。あと何だかんだね、10年以上もやっててね、ライブも何だかんだ110回もやってるでしょ。もういっぱいやってんだって。やりゃいいって思うんじゃないんですけど、いろんな今年はやりゃいいモードになっていて、よくわからないです。実際もう58ですよ、私今年58ね。あとで歯抜くかもしれないギターの人も58、ドラムの人は犬年ね。さ、わからないね、私蛇年。何言ってんだろ、蛇年いいや。はい、2曲目やろう。なんだろう、そうだ、アズの空へを聴いてください。Thank you.
り替えてるのを忘れてた。いた。間違い探しみたいですいませんね、もうね。なんかギターの人の心理はわかんないですけど、取り替える何かがあるのと2個置きたい何かがあるんだと思うんです、ね、通常はチューニングが違うとか音色が違うとか、うちのギターのこの人佐藤さんって言うんですけど、ざっくり言うと佐藤さんはそんなことの違いは何にもありません。ただこのギターとこのギターを弾きたいなっていうでも持ってきてるだけです。すごいじゃんって思うかもだけど、こっちは借り物です、ね、お友達に貸してもらったギターです。高い値段の問題です。値段の問題です、はい、そういうことじゃありません。さ、つまんないこと言ってて1曲減らそうか。え、ダメなのか。おばちゃんなんか息切れしてしまうんだね。え、なんだろう次。じゃあちょっとニコニコするのやめて歌ってみよう。ニコニコしないで絶対笑う。お願いします。Oh, oh, 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 oh
やったんだよね、これね。5年、5年やったかな。告知とかする？あず頭おかしいから今月あと2回あんの？ね、告知ってもっと違うの。今月はあと4月の29日、急に29日、もう一回ある？もう覚えられないよ、おばちゃん。29日に横浜館内セブンスアベニューでやりまーす。今日いらしてくださってるミステリアさんっていう方とも一緒にやりまーす。で館内なんか行ってみたいな。多分まだチューリップ咲いてると思うの、横浜公園。もう終わってるかもしれない、横浜公園。そんな感じです。その次の日は目黒にライブステーションに行きまーす。確かに 2days って何でしょうね。うちのバンドは実は、全然私の意見は聞かないでどん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 転がっていくライブのするバンドです。わかんないね、普通さ、歌う人さ、そんなにね、やったらさ、そんな絶唱してんのに大丈夫とかさ、一切なしみたいなバンドです。普通そうなの？私結構皆さんわからないかもだけど絶唱ですよ。すごい絶唱、こんな絶唱流行らないくらい絶唱、呼吸困難になるぐらい絶唱なのに MC も私。まあいいです、はい。じゃあ次の曲やろうね。もう激しい曲やらない。やるぜ、ベンちゃんが激しい、私が激しい。お願いします。
たちがどうしようか喋ったりする喋るのは好きなんですけど、だいたい愚痴っぽい話しかできなくてあ、そうだ、最終16歳の子たちのライブちょっと見てて、お前たちついてこいよとかやってたんですけど、あれやったこと一回もないんだよね。いいです。いや無理でしょ。大学生の時もやってないんだよ。なんかいつもさこんにちはとか言ってたもん。なんか私ね、あのねフォークソングのノリなんだよね。あの弾き終わった後あのこんばんはってやつですよね。中島みゆきですとかと同じ。ああいうやつ。だって恥ずかしくないですか？歌ってる時は別人だけど、もうどっかただの素じゃないですかこんなの。ねえ。歌ってる時は別人だけど、これ素ですよね MC って。私これ素、これ素、これが素です。じゃあ歌ってるのはお前は誰だということになりますよね。もはや全ちゃんこれが素っていう新しい発見今日。新しい発見。さあ2曲やって終わろうも今日。ちなみにもう一回言っていい？5月になるといくつあるのライブ？2回。6月はまたここにやってくる。6月やってくる。2回ぐらいやってくる。実は僕たち横浜に住んでるんです。横浜から今日あのやってまいりました。集合時間がゆっくりなのでとてもいいですねここ。そうですね、はい。ちなみに横浜管内セブンサービスの集合時間10時とか朝早いです。朝早い、8時に終わる、そんな感じですよね。朝早い、あと10時に来てくださいみたいなとこですけど、で大体ライブハウスって本当は午後ですよね。はい、すいません、愚痴しか喋らないけど、次回来た時は絶対もっと身のある話をする。はい、じゃあお付き合いありがとうございますと言ってもあと2曲やります。よし、続けるやった。
ありがとうございました。